はい、こんにちは、ひさまさです。今回は太閤岩です。太閤岩は豊臣秀吉、黒田官兵衛が備中高松城を水攻めにした時に秀吉が軍を張ったとされる山にあります。沼城であった備中高松城を作詞黒田官兵衛の奇策で城の周りに堤を築き、足盛川の水を引いて水攻めにしました。その様子を秀吉は城の南東にある山に陣を張り見守っていました。この水攻めの最中に本能寺の変が起こり、秀吉は高松城主清水宗春を早々に自陳させ、急いで高松城を落とし、世に言う中国大開始で京都に戻り、信長の仇を討ったとされています。太閤岩は作戦の時の目印にしたのではないかと言われています。この山には清水宗春の首塚もあります。はい、豊臣秀吉、ここ本陣跡です。今は何にもありません。ここから高松城の水攻めの様子を見てたんだと思います。右が太閤岩ですね。上がってみましょう。はい、こちらが太閤岩です。はい、こちらには太閤岩の由来が書いてあります。大岩が着目され、作戦上の目標物として活用したのではないかと言われているって書いてあります。それではここからは水攻めにあった高松城跡の様子です。現在では公園になっていて、のどかな雰囲気です。城主清水宗春は、牢城の者たちを救うのは自分の切腹以外にはないと考え、城の外へ船を出すと、秀吉側も見聞の船を出しました。敵味方が見守る中で、秀吉から送られた酒と魚が振る舞われました。船の上で時勢の句を読み、宗春は切腹しました。清水宗春の時勢の句があります。浮世王は今こそ渡れ物の符の名を高松の苔に残して。
はい、今回は太閤岩と備中高松城跡の様子でした。最後まで見てくれてありがとう。1978年生まれ、岡山県出身、久政頑張っております。それじゃあ、さよなら。